何？ママ。何？どうしたの？さっきの音は何って聞いてるの。何でもないわ。カエルを踏んじゃったの。ママ嘘ばっかり。あれカエルの音じゃないわ。ママつまんないよ。目を開けちゃダメ。お願いだからいい子にして、ママが言うまで開けちゃダメ。いいわね。うん。お客さん、取材だって言ってたな。新聞か？そんなところだ。何か起きてるらしいんでね。あんなしけた街でね、テレビじゃ何も言ってなかったけどな。俺みたいなフリーランスにはフリーなりの情報網ってもんがあるのさ。
よし、見えたぜ。コロラド州ミラメッテ、人口は53,594人、特産物は一切なし。自慢できるものはせいぜいショッピングモールぐらいだ。なんだ今の、軍隊か。ああヘリを使って正解だったようだ。この分だと道路は封鎖されてるな。聞いてくれ、封鎖が進む前に町の全景を取っておきたいんだ。大通りを飛んでくれ。これを取りに来たのかよ。そこだ、あの建物に寄れ。え、どこだ。下だ。次は町の中心へ頼む。了解。
モールの屋上に降りられるか。おい、冗談だろ。まったくイカれてるぜ。頼むから迎えを忘れないでくれよ。それまで生きてやな、フレッド。フランクだ。フランク・ウエスト。3日後に大スクープで有名になる名前だ。覚えときな。分かったよ。ボスにバレたら間違いなくクビだな。降りるぞ。ヤッホー。なあ、あんた報道の人だな。ああ。あんた、一人かい？ああ、フリーランスだ。大体、戦場でもどこでも一人でやってる。ところで、ここでは何が起きてる？あんたはヘリで来たんだろ？空からはどう見えた？そうだな。ただの暴動にしては軍の封鎖が嫌に厳重すぎる。情報統制のやり方も少し乱暴で高圧的だった。それと一番気になっているのが、暴動にしては様子が変だ。妙に静かだ。まるで死体の群れのようだと。ああ、そろそろ教えてくれないか。何が起きてる。自分の目で確かめるんだな。そう、ここは地獄だ。まだまだかな。マドンナ、どこに行っちゃった。おい、おろするな。マドンナ、私のワンちゃんを知りません。マドンナちゃんのいない暮らしなんて私耐えられないわ。マドンナちゃん、どこに行ったの。マドンナ、おい、のんきに女なんか眺めてる場合じゃないぞ。あんた、そんなにゾンビに食われたいのか。何？ゾンビだって。いや、わかるだろう。ゾンビが群れで
押し寄せてきてんだよ。昨日の晩から増え続けてやがる。もう外はあいつらだらけだ。はっ、けど心配すんな。ゾンビどもはバカでとろくさい。ここなら安全だ。よし、それじゃあんたも手伝ってくれ。その辺をぐるっと見て、バリケードに使えそうなものを持ってくるんだ。なんでもいい。急いで。ほら、早く。来るたび血圧が上がるような。貴様、おい、やめろ。自分が何をしたかわかっているのか。こんなところに呼び出しよって何が狙いだ。落ち着いてくれ。一体何を言ってるんだ。待てよ。マドンナ！マドンナちゃんがあそこにいるの。やめろ、開けるな。こいつを止めろ。ママが助けてあげるわ。行きますからね。マドンナ、マドンナちゃん。お前ら何をグズグズしてる。走れ。早くこっちへ上がってこい。みんなこっちに来るんだ。階段まで走れ。急げ。他の連中は知らないね。逃げ延びててほしいが。おい、奴らがモールに侵入した以上、ここの扉は使えない。何してるんだ。エアダクトからモールに戻る。奴らにダクトを使うような知恵はないからな。この方法なら安全だ。待てよ、モールに戻るって何のために。おい、ちょっと。
カメラね。カメラマンなの？ああ、その通りだ。フランク・ウエスト、ジャーナリストだ。写真を見せてもらっても？ずいぶん手回しがいいな。あんたら何者だ？ここで何を？エントランスで撮った。そのじいさんが何か？いえ、ありがとう。いい写真ね。おい待て、話は済んでないぞ。あんたたちは一体？ジェシーよ。さっきの彼はブラッド。それ以上は話せません。お前さんもモールに行くのかい？やめといた方がいいと思うがね。何を言っても聞かんと思うが、モール案内図とトランシーバーを持っていけ。あんた、妻を見なかったか？まだこの辺りにいるはずなんだ。人探しか。手伝ってやろうか？本当か？ありがとう。俺はジェフ・マイヤーだ。俺はフランク、ジャーナリストをやっている。二度と離れないぞ。お二人さん、感動の再会はそれくらいにしてくれ。ちょっとここは安全とは言えないんでね。あっちの守衛室は安全だ。来てくれ。もう二度とモールには行かないわ。今回のでこりごりよ。してやるぜ。なんだあんたか。驚かせないでくれよ。モニターで見たの。ブラッドが襲われているわ。あ、足をくじいたのか。援護しないと。ブラッドが危ない。じゃあ分かった、銃を貸してくれ。あんたに怪我させちまったからな。俺が行く。ダメよ、民間人にそんな重大な規則違反だわ。
規則を考えたやつはゾンビと一緒にモールに閉じ込められたことはないと思うぜ。使い方わかるの？一応な。戦場カメラマンなんでね。さて、手伝うとなった以上、事情をちゃんと説明してもらうからな。あんたの相棒に頼まれたんだ。何？ジェシーが？くそ。のんびり話してる暇はない。銃は使えるな。人を撃ったことはないがね。俺が援護するから、あんたはその間にできるだけ奴に近づいてくれ。近づいた後はどうするんだ？やつを撃つのが一番いい。だが難しいなら、撃たせないように弾をばらまくだけでいい。できるな。カメラほど得意じゃないが、でもやってみるさ。よし、銃声が途切れたら俺が援護する。三つ数えたらあそこまで走る。1、2、3。援護する。奴の隙を狙え。いいぞ、その調子だ。続けろ。逃がすなよ。
逃げたぞ。あいつはなんだ。わからんね。まあ礼は言っとこう。俺はブラッド、フランク・ウエスト、ジャーナリストだ。礼より情報をくれると嬉しいがね、ブラッド。悪いが何も教えられない。いいか、ジェシーが何と言ったかは知らんが、これ以上協力してもらう必要はない。スクープはゾンビだけにしておとなしく救援を待ってろ。あんたら誰かを探してるんじゃないか、ここで。ん？どうしてそれを、どこで取った。協力させてくれるかい。クソ、大したジャーナリストだな、フランク。お前はクソったれでいやらしいパパラッチだ。おとなしくセレブでも追いかけてればいいものを。でどうする。負けたよ、フランク。協力しよう。俺とジェシーは DHS だ。確かにその写真のじいさんを探してる。国土安全保障省ってことはテロ絡みか。撮ったのはエントランスプラザ正面玄関の近く。エントランスプラザ、間違いないな。おい、同行取材は許可してくれるよな、だろ。早く来い。ついてこないのなら取材はここで終わりだ。
博士、我々に協力してください。安全は保証します。どうやってここから脱出するというんだ。ここは危険です。だけるな、騙されるぞ。安全な場所に移動しましょう。得体の知れないお前たちといるより、ここが一番安全なんだ。バーナビー博士、博士、いいから帰ってくれ。バーナビー博士、博士、どうなったんだ。じいさんはそのままか。保護を申し出たんだが、確実な脱出手段がないと協力してもらえんそうだ。ジェシーに本部へ連絡させよう。まずは応援を要請してからだな。じゃあ博士は来ないのね。疑い深いジジイだ。応援を要請してこいとさ。それで回線は？ああ、通信は規制中。本部への直通回線も通じないわ。ふん、博士の保護どころか自分たちの安全すら怪しいわけか。これだけの騒ぎだ、当局も気づくだろう。奴らがボンクラでも何か手を打つさ。ヘリだったら来るぜ。3日後の正午、俺を迎えにね。当てにできるのか。もちろん、俺はそれに乗って帰るつもりだ。いいだろう。必要経費は DHS が持つ。博士を乗せてもらえるな。ああ、話を聞かせてくれりゃね。わかった、後で話してやる。その前に先にやっておくことがある。少なくとも3日間待つ準備が必要だ。水、食料、毛布もいるな。博士のことはその後だ。引き続きモニターを頼む。穏やかじゃないな。心当たりは？この事件の前に博士をここに誘い出す電話があったの。盗聴してたのか。電話の相手がこいつだと？こいつらゾンビに関係あるのか。それを調べに来たんだ。博士を連れて行かれたら何もわからなくなる。
クランク、ぼさっとするな。誰かが上から狙ってる。パチャママ。任せだ。危ない。ああ、このままだと博士はゾンビの餌になる。俺は行く。自分の身は自分で守れ。いいな。足を止めるなよ。
全な場所で立て直せろ。気を失ってるが、無事だ。大丈夫か？しかし、博士を担ぐのは無理そうだ。代わりに運んでくれるか？博士は眠ってる。しばらく目を覚まさないわ。止血はできたけど、発熱してる。薬が足りないわ。熱か。薬だな。
私の店を荒らしに来たのか？ああ、この私の店を。怪我人がいるんだ、薬を。怪我人、怪我人だと。この女もそう言って私の店を荒らしに来たのだ。私の店での盗難行為は決して許さない。いいか、よく聞け。これだけは言っておく。私の店を荒らすのは断じて許さない。商品に触るな。私の店、私の店だ。私以外に誰がこの店を守るんだ。私の店、私の商品、私の売り上げ、私のお客様。いらっしゃいませ。どうぞ。6番レジ。気がついたか。ひどい目にあったな。立てるか。昨日エントランスで会ったな。薬がいるんだろ。お互い助け合って。助け合う。何も分かってないわね。この地獄を招いたのはあなたたちよ。サンタ壁様、こんなものじゃなかったわ。
薬を持ってきてくれたのね。ありがとう。安定したわ。ひとまず落ち着きそう。あなたは平気？血がついてるわよ。あ？ああ。ああ。スーパーの女のだな、多分。女？怪我してたの？手を貸そうとしたら逃げられた。ちょっと前なら私も逃げ出したかもね。ところで、サンタカベザって名前を知ってるか？サンタカベザ？何のこと？気がついたんですね、博士。サンタカベザだと？やはりそうなのか。サンタカベザの剣はもう型がついたはずだ。それを今さら裁こうとでも。落ち着いてください、博士。私たちは博士を保護するためにここにいます。保護だと？拘束の間違いだろ。博士、あなたを守るためにも真相を知りたいんです。ですから話していただけますね？サンタカベザが何かご存知ですね、違いますか？そうかい。あんたたちが協力的で助かるよ。あの女にもう一度会うしかないな。目当ての女を見つけたようだな。早く会いに行きなさい。皆の者、終末の時が来たれり。ついに死がこの世界にあふれ出し、我々を汚している。今こそ悪しき血を流し尽くし、魂を救済するのだ。
救済を信じぬ哀れなものよ。真の救済を成し遂げるには他の者の血を全て流し清めなければならない。さあ流せ血を、まつろわぬ者の血を。もう死んじゃうかと思ったわ。本当に最悪の日ね。よし。もう二度と怪しい勧誘には引っかからないわ。おい。
待て、話を聞け。勘違いするな。捕まえに来たんじゃない、話が聞きたいだけだ。あんたはどこまで知ってる？報道関係者。話して。逃げたりしない、だから話して。痛いわ。どこまで掴んでるの？当局の介入はいつ？おい、ちょっと待て。質問するのはこっちだ。サンタカベザってなんだ？ゾンビどもと関係が。ゾンビを生み出したのは他でもない、あなたたちよ。カリートはそのことを伝えたかったんだわ。誰だって？インタビューは私じゃなくカリートにするのね。彼は全てを知ってるわ。それって俺たちを襲ってきたあのライフル男のことか？会わせてくれ。ダメ、怪我で気が立ってる。今は会わない方がいい。治療して連れてくるわ。私なら説得できる。妹の私ならね。それを信じろっていうのか？ゾンビはカリートのメッセージよ。このことを広めたがってた。いいだろう、行け。いつ戻る？今晩0時に。ノースプラザのカメラ店の隣で待ってて、いい？私はイザベラ。必ず戻る。約束する。噛まれたのか？違うわ、カリートが。く
来るよう説得したけどダメだった。誰も信用できないと。撃たれたのか。撃つつもりは。でも動転してて。もう何をするかわからない。おい、ちょっと。イザベラ、すまなかった。撃つつもりはそんな気はなかったんだ。頼む、許してくれ。戻ってきてくれ。兄をカリートを説得できなくて。おい、どうした怪我人か。どうやら犯人の妹らしい。犯人ってこの事件の。そうだ、ここをゾンビまみれにしたクソったれのな。妹だと？それはどういうことだ？さっきから流れてる放送と関係が？詳しいことは俺にもわからん。彼女はそいつに撃たれた。覚えてるだろう、あんたを撃った男だ。あの野郎か。狙いは何だ？わからんが、彼女の話だと計画は終わってない。まだな。わかった。彼女は我々が拘束する。目覚めたら話を聞こう。名前は？イザベラ、イザベラ・キーズ。よし、イザベラ。非常事態だ。今は手続きを省かせてもらうが、これは正式な尋問だ。話を聞かせてもらおう。いいな？いいわ。自分たちが何をしたのかよく知ることね。サンタカベザに会ったのは麻薬組織じゃない。アメリカの研究施設よ。そこである種の寄生虫の研究が行われていた。蜂のような。その虫は生き物をゾンビに変えるわ。信じられなければ研究をしてた本人に聞くのね。サンタカベザ畜産研究所元所長バーナビー博士にね。
私がゾンビに。博士、教えてくれ。あんたはゾンビの研究をしてたのか。ゾンビ。そうだ、もともとは牛の飼育コストを下げる実験をしていたのだ。それがたまたまゾンビを生み出してしまった。政府がゾンビを作っていたなんて公表できない。だから麻薬組織なんてでっち上げたのか。知ったような口を。食肉の大量生産が必要だった。お前らアメリカで一日にどれだけの食肉が消費されているか想像もつかないだろう。あの研究はこの国にとって欠かせなかったのだ。わしは間違っていない。何一つ間違ってなどる。私たちの村である時、人がゾンビになった。研究所から女王蜂が逃げ出したのよ。あっという間にゾンビは増えて広がっていった。最後に軍隊がやってきて、そして一人残らず。つまり政府が事件を隠蔽し、報復テロが起きた。そうかもしれないし、実際はそうじゃないかもしれない。どちらにしろ真相を知るためにまずはここを生きて出よう。噛まれていないか調べさせて。私医療技術者よ。見せてもらえれば役に立てる。言えたぎりじゃないけど、お願い手伝わせて。ここから出ないとどんな真実も伝わらない。分かった。
このクソみたいな状況を本当に少しでもマシにできるんなら手を貸してくれ。ところで奴の言う最後の手段ってのは何だ。カリートは追い詰められたらモールを爆破すると。クソ、あいつ自爆しようってつもりなのか。それだけじゃない。爆風が空高く寄生虫の妖精を巻き上げて街の外にゾンビが溢れる。正気なのか。爆破を止めないとどこへ逃げても結局同じってことか。モールの地下に可燃性の気体を充満させて爆発させる仕組みになってる。気体の密度が低い間に爆弾を処理できれば爆破を止められるかもしれない。やってみよう。
さ。邪魔をするな。フランクは爆弾を外へ。
爆弾はもう撤去した。お前の企みもここまでだ。おとなしく投降しろ。諦めろ、カリート。ここまでだ。爆弾はなんとかなった。ブラッドはカリートを追ってる。了解。一旦戻って、フランク。ああ。あとはブラッドが犯人を捕まえてくれば一件落着なのかしら。ああ。他に何か計画を聞いてないか。いいえ、爆弾の他には。隠れ場所に PC がある。それを見れば何かわかるかも。カリートのアジトか。案内してくれ。行きましょう。行きましょう。
ダメだわ。パスワードでロックされてる。家族の名前とか思いつくことは試してみるけど。このケーブルは？通信妨害装置のものだと思う。それも PC が使えないと。分かった。すぐに戻るよ。これを見て。引きずられてる男、カリートじゃないかしら。どうやらそうらしい。ここはどこだ？ノースプラザの地下、精肉所の前よ。精肉所かい。確かスーパーの地下にあったな。お客さんじゃないか。そこの、なんていうか、肉を。どうだい？いい肉だろ。こいつはさっき入ったばっかりでね、新鮮なんだよ。ちょっと待っててくれるかい、お客さん。今すぐ味わったこともないようなとびっきりのミンチを食わせてやるからさ。ミンチ？待ってくれ。その前にちょっと用が。ゾンビは話にならない。あんな臭いもの間違ってもうちのお客さんに出せやしないさ。うちは肉じゃ一番って評判なんだからな。
大丈夫、間違いないって。うちの肉はこの町じゃ一番だ。観念しろ。イザベラはどうしてる？俺たちを手伝ってる。今お前の PC を調べてるよ。お前たちが故郷をサンタカベサを消し去ってから、俺は復讐のためだけに生きてきた。なぜお前たちが食って太るだけの肉を作るために俺たちが死ななければいけなかった？お前のやったことは許せない。だが任せろ、俺が伝えてやる、サンタカベサのこと。パスワードは何だ？おいおいおい、まだ死ぬな。 PC のパスワード教えろ。大したものだぜ、ゾンビは。
食って食って食って増え続ける。まるであんたらアメリカ人そのものじゃないか。まだ終わってない、これからだ。おい、言いやがれ。まだ何かあるって言うのか。すまねえ、イザベラ。死んだよ。そう。最後まであんたを気にかけてた。ちくしょう。肝心なことは何も言わずに死んだ。あいつはテロリストだった。だが、最後に普通の兄貴みたいなこと言いやがって。わかったのか、パチャママ。母なる大地、両親がよく言ってたの。私たちの土地はサンタカベザは母なる大地なんだって。
の兄だって好きでこんなことをしたわけじゃない。サンタカベザで静かに暮らしていたかった。フランク、緊急回線が使えるわ。当局に連絡を取る。待ってて。こちら DHS 本部。ジェシカ・マッカーニー捜査官です。緊急報告があります。これでよかったのよね。フランク、おしまいだわ。当局は私たちを見捨てる気よ。なんだって、見捨てるって一体。本部に連絡はついたけど、ここで起きたことは政府は認めるつもりないみたい。特殊部隊が午前0時に突入してくるわ。消してしまう気なのよ。ゾンビも人間も何もかも。
ジェシカ・マッカーニー。命拾いしたな。君の連絡は間一髪だった。特殊部隊の突入前に君のボスが手を回したんだ。君を一時的に拘束する。何も口外しないという宣誓書にサインすれば晴れて自由の身だ。ジェシ
ランク、特殊部隊の行動が妙だわ。一度隠れ家に戻ってきて。すぐ時間ね。私はいいから気にせず行って。こいつはたまげた。生きてやがったか。やろう、やりやがったな。特ダネを掴んでるに違いねえ。分け前も期待できるってもんだぜ。ふぅイエーイ。今行くぜ。待ってろよ相棒。すぐに助けてやる。おいおい、見えてくれ相棒。すぐ行く。待ってろよ。いや、やったじゃねえか。大したもんだおい。
気がついたのね。ここまで運んでくるのは大変だったわ。屋上で倒れたのよ。倒れた。待ってくれ。俺の体は。あなたは多分どこかで感染してたみたい。感染から発症までの時間は個人差がとても大きいの。でもよかったわ。あなたは人より抵抗力が高い。待てよ。よかった。だって地獄で長生きできるのが本当に幸運だっていうのか。あいにく俺にはとてもそうは思えないがね。ヘリも墜落した。もう助けは来ない。どっちにしてももう終わりだな。もし発症を抑制できる可能性があるとしたら、女王蜂のアラタ体からホルモンを抽出するの。そしてそれを発症前に投与すれば、市場幼虫の生育を阻害してゾンビ化を止めることができるかもしれない。ちょっと待ってくれ。俺は素人だ。要するに何をすればいい。いくつかの機材と女王蜂を集めてちょうだい。できるだけたくさん。分かった。やってみよう。じっとしててもいずれ死ぬんだ。
Thank you.
ながってるとしてもこうゾンビが多くちゃ通れないな。気配が進む。確認を行う。最初の答え。その、なんだ、成長阻害薬って言ったか。ええ。実際にそれを作ったことはあるのか。医療ベンチャー時代、兄に言われてこの阻害薬の研究をしてたの。その時は成虫からホルモンを取り出すんじゃなくて化学合成したんだけど。つまり自分たちが助かるための予防薬ってことか。自分の命は惜しいわけだ。知らないわ。兄はその薬を持ってこなかった。何に使うつもりだったかは知らない。
嘘じゃないわ。私だって全て聞かされたわけじゃない。ところでその薬を使っても完全にゾンビ化が治るわけではない。そうだな。残念だけど、薬の効果が切れたら寄生虫は活動を再開しゾンビ化が進行するわ。頼りない話だ。だが今はそれにすがるしかない。これで必要な機材は全部揃った。次は女王鉢ね。ああ、なあ教えてくれ。その薬でどのぐらい長くゾンビ化を止めていられるんだ。研究の時も当然臨床実験はできなかったわ。いつまで効くかはその人の体質によっても大きく変わってくるし、1年なのか1週間なのかはっきりしたことは。ありがたいね。つまり俺は歩くゾンビの次元爆弾ってわけか。次元爆弾。どうした。薬を完成させた後、兄は会社を畳んで戦災孤児救済の NPO を始めた。完成した薬は50人分。そうして兄は孤児たちに里親を斡旋したの。その子供たち何人いたと思う。そんな嘘だろ。子供たちに寄生させた幼虫を薬で抑制して50個の次元爆弾にしたってことか。わからない。わからないけど可能性はある。見ろよ、ニューヨーク、ワシントン DC、LA、 ほとんどアメリカ中に里親がいる。想像通りだったら国中ゾンビだらけになってるかもしれないってことか。もっと最悪なのは確かめることも伝えることもできないってことだ。とにかく今はあなたのゾンビ化を抑制しなくちゃ。いいわね。Thank you.
計算通りなら器具はこれで機能するはず。あとは寄生鉢の生態ね。一匹じゃ足りないわ。最低でも5匹。十分なホルモンを得るにはそれぐらいいるの。一人分のホルモンを作るにはあと3匹くらいは欲しいわね。まだ足りないわ。フランク、ごめんなさい。危険だとは思うけど、もっと虫を集めないと。順調に抽出できてるわ、フランク。この調子でお願い。今は無理だけど、きちんと研究すればゾンビ化を予防する薬も作れるかもしれない。そのためにもここを出ないと。あとほんの少し。あと一匹よ、フランク、お願い。女王蜂が揃ったら後戻りできないわ。武器や食料、やり残したことはないか確認して。本当にいいのね。そいつを注射するんだな。いいぜ、ドクター。さあ、やってくれ。これでしばらく命をつなげたわけだ。よし、次の課題はここから出る方法だな。ホルモンを分離する過程で成虫の攻撃本能を抑制するフェロモンを同定することができたんだけど、つまり奴らに襲われなくなる匂いがあるの。もう少し時間をもらえればそれを作ることができると思う。ゾンビに襲われなくなる。そいつを使えばゾンビの大群の中でも安全に通れるようになるってことか。理屈ではね。でもないよりはマシなはずよ。洞窟がある。ヘリが落ちた中庭にだ。そこにはゾンビがうじゃうじゃいるが、奴らはおそらく外から来たはず。もしその香水とやらを使ってゾンビを遠ざけられたらいけるかも。試してみる価値はある。フェロモンはほんの微量だから実験はできない。使えるのは一回きりよ。なんとかなるさ。なんて数なの。どこに通じてるのかしら。さあ、奴らが入ってくるってことはどこかに繋がってるはずだ。これは賭けだ。だが他の出口は全て軍が張っている。カリートの企みを止めるにはここを通るしかない。ここだけだ。丸腰ってわけじゃない。魔法の香水があるだろう。君の作ってくれた薬で俺はまだ生きてる。その香水も効くさ。俺が保証する。ええ、行きましょう。よし。
畜生。ここにも見張りが。あの門を開ければゾンビに紛れて外に出られるかもな。待って、もうフェロモンの効果がカバーできるのは一人だけだわ。なるべくくっついてろ。これで行く。外に出られたら車を奪う。完全自動モードは実戦では役に立たんようだな。手動操縦に切り替えろ。ああ、ここにいたか。
朦朧相当した時どこかに隠れていたのだな。いかなる戦場でもターゲットの数が不明確だった場合、完全に殲滅するのは非常に難しい。はっ。逃れたいと願う想像力が我々の駆り出そうとするそれを凌駕する。その点において君たちはゾンビと比べてもよほどしぶといようだな。あんたはゾンビのことを。私はサンタカベザ掃討作戦を指揮していた。あの作戦が完遂できていれば二度と関わる必要はなかったのだ。こんな面倒に。作戦だって何とも思わないのか。政府が行った危険な研究のツケを身勝手に押し付けただけじゃないか。間違っているのは今に始まったことではない。人間は間違い続けることしかできない、そういうものだ。はあ、我々は常にそうしてきたのだよ。さて、それでは作戦を続けるとしよう。よろしいかな。無駄なあがきだ。何も変わりやしない。